脱走、ドルニエアルファジェット脱走、ドルニエアルファジェットは、フランスの脱走車とドイツのドルニエ社が共同で開発した、軽攻撃機及び高等練習機である。1960年代、ヨーロッパの空軍は、数十年後の必要条件を考慮し始めた。その結果、T-33 シューティングスターと風が交じっている、といった、旧式化したジェット訓練機を新世代機で代替する。 ことが必要とされた。これが、脱走、ドルニエアルファジェットとベホークであった。販売では当初こそ、アルファジェットが優位に立ったものの、最終的には、競争に勝ったのは、ベホークであった。しかし、アルファジェットの方も、1992年の生産終了まで500機近くが生産され、数十カ国で採用されている。2008年には、グーグル創業者のラリーページと、 セルゲイブリンが所有するプライベートカンパニーが中古を購入したことで話題となった。1960年代初頭、イギリスとフランスは超音速ジェット系攻撃機、練習機を共同で開発し始めた。この共同開発でシープキャットジャニュアが誕生したが、フランスが望んだ系攻撃機とは言い難く、空う居重量は小型戦闘機クラス、機体サイズは 中型戦闘機クラスに達する。練習機として使用するにも過剰性能を活効果であったがコストパフォーマンスを高める国区の策としてフランスのジャギアは複座を利用した騎士転換機としても運用されていた。このような経緯からフランスはドイツに対して新たな機体の共同開発を持ちかけることになる。1968年に共同使用書が作成され、翌年には それぞれ自国での組み立てや200機の購入などを盛り込んだ協定が結ばれた。なお、ジャギュアの練習機としての運用を主眼としていた。イギリスでも、その高すぎるスペック及びコストに不満があり、より経済性を重視した新型機開発の機運が高まっていた。そして、試作機を作らず先行量産系を試験運用に充てるなど徹底した。 経費節減策を導入して完成させたのが、後に世界的なベストセラー練習機となる BAE ホークである。3つのメーカーグループから提案がなされ、ダッソー、ブレゲー、ドルニエは TA501、スニアス、MBB は E650 ユーロトレーナー、VFW フォッカーは VFT-291 をそれぞれ提案した。すべてがフランスのスネクマ、 チュルボメカ製ラルザックターボファンエンジンを2機搭載することができた。ドイツ空軍は自国が保有する F-104 スターファイターがエンジンを1機しか搭載しておらず、不慮の事故によって多数の機体を損耗するという事態が起きたことを踏まえ、練習機には2機のエンジンを搭載するべきだと要求した。1970年、ブレゲ126と脱走 P375 の コンセプトを統合して開発された TA501 が採択され、1972年にダ脱走、ブレゲートドルニエに対して開発が承認された。それぞれの国で試作機が2機ずつ製作された。1973年10月にイーストルでダ脱走が製作した試作機が初飛行を行い、ドルニエが製作した試作機は、翌年の1月にオーバーパフ編方編で、 初飛行した。また、残りの試作機も1974年中に完成した。その後、4機の試作機は検証機として使用され、当時の先進技術であったグラファイトエポキシ複合翼の評価のほか、パワープラントのラルザックエンジンの派生が高い量に貢献した。1988年、エアショーに参加するフランス空軍アクロバットチーム。 パトルイユドフランスのアルファジェットフランス空軍は主力練習機としてアルファジェットを運用することを決定しフランス向けに生産されたアルファジェットは1978年11月4日に最初の飛行を行ったこのフランス向けの派生型はアルファジェット E かアルファジェット高等練習軽攻撃機と呼ばれ E はフランス語で学校を意味する1978年に 生産型アルファジェットがフランス空軍に届き1979年5月に配備が開始された。本機は並走訓練機の脱走ミステールアイバと Z 練習機のカナディア T-33 と交代した。計画では200機の生産であったがフランス空軍に引き渡されたアルファジェットは1985年までに176機であった。ドイツ空軍は 天候の不安定なドイツ領土、領空で訓練を行うよりも、日照に恵まれたアメリカ南西部で、米軍も運用している T-38 タロン練習機を用いた飛行訓練を続けることを選択し、軽攻撃機の役割にアルファジェットを運用することに決めていた。初のドイツ向け量産型アルファジェットは、1978年4月12日に最初の飛行を行った。 ドイツの派生型は、アルファジェット A か、アルファジェット戦術支援機と呼ばれ、A は、戦術支援、または、戦術打撃任務向けの習慣で称される。フィアット G91R3 と交代させるため175機が1983年まで、ドイツ空軍に引き渡された。輸出は、フランス向けの E 型が中心となったが、ドイツ空軍を退役した A 型も、 ポルトガルなど数カ国に中古の練習機として輸出されている。1991年、イギリスのグロスターシャー州、フェアフォード空軍基地で着陸体制に入るドイツ空軍のアルファジェットアルファジェットはフランスとドイツでそれぞれ製造されたが、各々の,の国にある工場が最終的な組み立てと検査を実行しており、モジュールや部品の製造も2カ国で分けられた。 基本設計こそ共有しているものの運用思想は、独屈で大きく分かれており、また搭載しているアビオニクスも異なるため、アルファジェットがフランスとドイツのいずれかで生産されたかは、見分け方が容易である。練習機としての運用を主眼とした、フランスの機体は、緩やかなスピン特性を持たせるべく、丸みを帯びた機種を特徴としており、両側面の小型ストレー機によって、 垂直尾翼の機器を確保している。一方、軽攻撃機としての使用を強く意識しているドイツの機体は鋭く尖った機種を持つ。1970年代中盤よりアメリカ海軍は新しいジェット艦上練習機を求めていた。これは TA-4 高等練習機と旧式化した T-2 バックアイ中間練習機の2つの役割を統合する計画であり、 VTXTS& ドルネの間で協定が取り交わされた。ロッキードが契約を勝ち取った場合、350機の生産を米国と AMDBA で分担するというものであった。また、チュルボメカ、スネクマラアルザックエンジンの生産は、オハイオのテレダイン C 社が担当することになった。機体にはいくつかの変更が求められた。1 9八十年九月八日から十五日の 間、スペシャルカラーに彩られた、アルファジェット A58 が米国を訪問した。A58 の飛行時間は18日間で88回、100時間を超え、67人の米軍パイロットが登場した。デモツアーの期間中、米軍のパイロットは、従来機種との燃費の比較を進めており、結果、T-2CTA-4F 両機種に対して、 約2倍の燃費効率の良さが実証された。地上での着艦シミュレーションでは、その安定性が評価された。肩発での操縦性も申し分ないとされた。選定において、アルファジェットは、ノースアメリカン、ロックウェル T-2 発展型、アエルマッキメガバイトマイナス339、33 GD アン、グラマンビーチアン、ノースロップボートアンに勝ち抜き、 残るライバルは、マクドネル・ダグラス、BAE ・ホークだけであった。1981年11月、アメリカの産業政策上の理由から、最終的に選ばれたのはホークであった。1980年代に入ると、フランス海軍は1960年から、訓練飛行隊で使用されてきた、CM175 ゼフィールの後継機40機の取得を計画した。 脱走者は VTX-1 をアルファジェット M1 から3として1986年と1988年に提案した。海軍型アルファジェットには強化された足回り、アレスティングフック、スネクマチュルボメカラルザックレイヨン C6-20 を装備する予定であった。1979年から海軍戦闘機パイロットは訓練過程で空軍のアルファジェット E を 使用していたので、海軍型アルファジェットは、ふさわしいと思われた。1991年6月、フランス海軍は、マクドネルダ・ダグラスによる T-45 ゴスホークの、二海軍使用を検討した。1994年に、ゼフィールが退役すると、フランス海軍は、高価な新型練習機の導入を諦め、1999年10月から、 米国メリディアン海軍基地での TA-4J と T-45C を使用した訓練に切り替えた。諸言性能武装大戦略シリーズ、グーグル戦闘機、用もないのにカリフォルニアの空へ。ギズモードジャパン。2012年2月3日閲覧。A New Jet for Google S Founders。ニューヨークタイムズ。2012年2月3日閲覧。 ありがとうございます。